皆さんこんここにちは私のチャンネルへようこそ今週か、はたまた来年か、未だはっきりとしないものの、いずれにせよそう遠くない未来に行われる衆院選。その行く末を占う一つの試金石が、7月7日投開票の東京都知事選だった。自民党の支持率が下がる中で、立憲民主党とその支持者、 野党共闘を呼びかける人々の期待を一身に集め、立候補したのが蓮舫氏だ。立民からすれば、ここで蓮舫氏を都知事に押し上げ、さらに今年9月に行われる立憲民主党の代表選で期待できそうな代表を選び、蓮舫都政と連携して政権交代を狙うという作戦だったのだろう。が彼らの目論見みはもろくも崩れ去った。写真小池晃枝野幸男 福島みずほ、左派系デモや集会に必ず登場する常連国会議員たちの姿。事前の大方の予想は、蓮舫氏は小池百合子氏、291万8015票、2粒2位には食い込むだろう、というものだった。しかし、その予想は選挙戦が進むにつれ雲行きが怪しくなり、結局、蓋を開けてみると、前秋喜田市長の石丸慎二氏、165万8363票。 の後陣を排する3位で128万3262票だった。惨敗とも言えそうだが、7月30日配信のデイリー新潮の以下記事が参考になる。元共産党幹部の筆坂秀吉が蓮舫氏は女性差別を受けたと主張する、赤旗をはじめとした各種左派メディアの論調に疑問を抱くもの。蓮舫批判は女性差別、赤旗の奇妙な主張に、元共産党幹部は、 自分たちがはしゃぎすぎたせいで負けたことが分かっていない安倍はやめろ筆坂氏は特に自らの古巣共産党とその機関紙赤旗を手厳しく批判同氏の一面で連日連邦氏を取り上げていたことをはしゃいでいたとまで表現していたのだこうした氏の見解に私も同意するさらにはしゃいでいたのは何も共産党だけではなかったのではとも思うのだ というのも、民主党が2012年に下野して以降、彼らの政治活動は、日本共産党と社民党の議員、そして彼らの支持者と共にはしゃいでいるだけにしか見えなかったからだ。無論、その結果、立民は衆参問わず、選挙で負け続けた。特に印象深いのが2014年だ。当時はサスプルの名称で、後にシールズとなった学生団体が頭角を現し、 安保法制や特定秘密保護法に反対するデモを国会前で行っていたこれらのデモではメンバーによるラップでの抗議に加え戦争反対などのシュプレヒコールには太鼓をたたくなどして盛り上げを図ったここに左派活動家が集結彼らは Twitter「g n x でハッシュタグを作り国会前を埋め尽くそうと呼びかけ主催者発表人数を公表したり 朝日新聞や毎日新聞が撮影した群衆大集結写真を根拠に、これが民意だ。安倍はやめろ、自民党を下ろせ、などと意気、健康となったのである。蓮舫、蓮舫、蓮舫。こうした反政権デモには弁士として国会議員も登場した。民主党、当時、野枝野幸男氏や社民党の吉田忠智氏や福島瑞穂氏、共産党の小池孝氏や平良子氏。 池内沙織氏らが、反安倍系の常連の国会議員として顔を出していた。8月2日の安倍政権打倒、怒りのブルドーザーデモでは、ブルドーザーが安倍氏を模したゴム製のマスクを潰すパフォーマンスなども行われた。さらに、11月1日、3日に行われた赤旗祭りでは、ドラムレクチャーと題され、安倍晋三氏の写真にヒトラー風のひげをつける写真をネットに公開。 社会に大いなるインパクトを与えた池内氏が太鼓を胸の前で持ち、スティックで叩くような仕草をする写真もあった。安倍氏の国葬にまで反対デモを行ったが、デモや集会を主催する市民団体に野党議員は賛同の意を示すのも定番だった。このように反政権系のデモが開催されると野党議員も駆けつけ、弁士として自公政権および安倍批判を行い。 このままでは日本が戦争ができる国になり憲法苦情が骨抜きになり平和が平和と民主主義が侵されるといった主張をし参加者が熱狂するこれをこの12年間やり続けたのである今回の都知事選にしても蓮舫氏が街頭演説をするときは若い女性が満面の笑顔で「蓮舫蓮舫蓮舫」と叫びダンスをした 集会でもポップなダンスを女性が披露するシーンが話題となった。ノイジーマイノリティ、こうした彼らの一連の動きには、もちろん賛同者もいただろうが、その一方で私を含め、多くの有権者は、またいい年した大人がはしゃいで、と冷めた目で見ていた。政治を身近にしようぜ、とばかりに若者を動員し、ポップなノリで太鼓を叩いて明るく、しかし怒りも交えて政治的主張をする。 そして、いつもの左派論閣、活動家、に加えて、いつもの野党国会議員、ら壇上でスピーチをし、観客が熱狂する。野党議員と野党支持者はこのノリをこの10年以上続けているのである。基本的にはこの流れだ。左派のデモなり集会なりが行われる。下向き矢印、そこに議員が駆けつけ熱く演説をし、聴衆が熱狂する。 このデモがが盛り上がったと報道する下向き矢印、支持者が X で動員数等の成果を報告、議員も感謝の言葉を述べ、その成果を誇る。しかし、実際のところ、この手の大規模集会、デモは東京で行われる、小規模ながら全国の大都市でも連携を図るべく行われるが、わけでわざわざ新幹線で駆けつけるような人を除き、地方民は蚊帳の外である。 そして、取材するメディアもう何度も見てきた光景なのだが、この手のデモ、集会はいつもの左派活動家が関与している。今回の都知事選もその一環なのだが、私は蓮舫さんはまだこの人々のことを頼りがいのある味方だと思っているのかと感じた。このやり方は一瞬の高揚感と、私たちは支持されている。という感覚は得られるものの、 実際はノノイイジーマイノリティであるいかに無党派層を獲得するか蓮舫氏も SNS 上では支持者から高い熱量を持って支持されているかのように感じただろうがネットなんてものは世論のごく一部なのだ結局特に政治に関心のない多数派の無党派層が小池氏に入れるのである蓮舫氏もいかに無党派層を獲得するかといった戦略を立てればよかったのに 公約にしても、約束さんもっと多様で生きやすくあなたの人生の選択を大切にする、は左派寄りのものだし、選挙スタイルもコアファン向けのものになっていた。これら活動家とゆかりを切り、より無党派層に訴えた方が票は集まったのではないか。立憲民主党をはじめ野党は政権批判をし、さまざまな異臭を自民党腐敗政治がもたらすものである。 と主張することで支持率を上げようとする戦略をかれこれ10年以上取り続けている。森かけ問題、学術会議、任命問題、桜を見る会問題パーティー兼問題などがそれに当たる。いや、それよりも少子化や低賃金を是正する提案をしてくれよ。2009年の政権奪回の時の民主党のマニフェストは、高速道路無償化や、子供手当など、庶民に夢は持たせてくれたぞ。 2020年初頭、世界各国が新型コロナ対策を推進する中、日本の国会は、さくらに多くの時間を費やしていたのだ。コロナよりも、桜の方が責めるのに使えると思ったのだろう。と思ったらその後は、菅政権はワクチンを行き渡らせるのが遅い。と今度はコロナを政権批判につなげた。盛りかけ、桜学術会議はもういいの。 言論の自由を認めないのか、その都度政権批判ができるイシューを探し続け、サハメディアが大きく取り上げることを国会に適質問口調で主張するスタイルがすっかり定着した。それでも結局12年間、政権奪取はできなかった。有権者もこのやり口に喧気がさしたのではなかろうか。私は立民の某国会議員と報道番組、a b e m a イムで2022年に共演した。 この時のテーマは安倍氏の国葬になぜ反対する人がいるのか、である。その際にこのようなやり取りになった、あくまでもニュアンスである。私、なんで立憲民主党は失敗するやり口を何年も続けるんですか。何らかのイシューがあるデモに参加するも、本来のイシューとは関係のない原発反対とか政権批判ができる話題をついでに訴える。国葬を批判したかったのに、 ななんで原発が出てきたのかかさっぱりわらないこのやり方、通用しなかったので、もう改めてはいかがか。議員、あなたは言論の自由を認めないのか。話にならん。こちらは政権交代をしてもらいたい気持ちもあるから、やり方を改めてはいかがか。と提案しているのに、猛反発された。そして今回も蓮舫氏は同じような選挙戦をし、惨敗した。いい加減 自民党に対抗できる政党を作ってくれ。意見が違うと党を出て新党を作る内ゲバ体質は相変わらずだし、共産党との選挙協力をめぐっても毎度左派の間で意見が分かれる。前出のデイリー新調記事には以下の記述がある。のっかりすぎ、蓮舫氏に批判が殺到した理由の一つに彼女が連合、日本労働組合総連合会。 の吉野智子会長の発言を問題視したことが挙げられる。吉野会長が蓮舫氏の敗因として7月11日、共産党が前面に出すぎて票が逃げたのではないかと指摘。これに蓮舫氏が X で現職に挑戦した私の敗因を、現職を支持した記女が評論ですかと食ってかかった。多少の意見の違いは認めてとにかく選挙に勝つぜ。 というのが自民党のしたたかなやり方なのだが、立憲民主党はイデオロギーの一致を求めすぎる。共産党に配慮すれば連合が反発する、略もしかり。挙句の果てには、熱烈な支持者の X での盛り上がりや RT いいねの数に我々の勝利は間もなくだ。となり、負けたら負けたで、女性差別だ。とくる、いや、小池百合子氏も女性だろ。と疑問を抱くと、小池は、名誉男性、だ。 という反論が来る左派政党は支持者が重要視するイシューに乗っかりすぎである。沖縄の基地問題に関連し、沖縄での抗議活動に参加すれば票が得られると考えるかもしれないが、全国ではその次第ではない。現に、福島第一原発事故発生以来、何度も原発反対デモに参加しても政権は取れないではないか。私が某立憲民主党議員に聞いた 同じやり方は通用しないのでは。お党内で検討してみた方がいいいと思いますよ別に私は立民支持者ではありませんが、このまま自民党が好き放題するのも嫌なので。中川淳一郎、中川淳一郎、1973、昭和48、年東京と生まれ、佐賀県唐津市在住のネットニュース編集者。白報道で企業の PR 業務に携わり、 2001年に退社。雑誌のライターテレビブロス編集者等を経て現在に至る著書に「ウェブはバカと暇人のものネットのバカ」「ウェブで飯を食う」ということよくも言ってくれたよな最新刊は過剰反応な人たちどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう